思います。まず開会のセレモニーを行いたいと思っております。なんか止まらなかったんでございます。失礼しました。まずですね、こういう有名な言葉がございます。オリンピックの創始者、クーベルタン男爵でございますけれども、彼はこう言いました。オリンピックは参加することに意義がある。しかしながらこのダジャリンピック、こちらもそうでございます。参加すること、そして滑ることにも意味があるわけでございます。まあクーベルタンならぬヌルヌルベルタンぐらいかもしれませんですけども、まあそういうところで始めたいと思っております。それでは最初は選手宣誓でございます。選手の宣誓は日本国代表でございます鳥取県の松浦修一郎さんより選手宣誓お願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、ではギュッドモーニングということで、じゃあ選手宣誓をさせていただきます。どちらに向かってすればいいですか。じゃあ皆さんに向かってみましょう。こちらですね。はい、先生、我々ダジャリンピック参加者一同は、日頃なかなか言えなかったダジャレですね。例えばよろちくびとかあとは、よろしく、そういったことをですね、なかなか言えなかった、鬱憤を晴らすべく、本日は、平成肉年、鳥年、3月肉日ですね、この記念すべき肉の日に、我々は、チキンと、日頃の思っていることをですね、思いの丈を、発表しまして、その緊張しちゃったな、はい、最高発表しまして、初と胸に響くようなですね、感動を皆さんと共有すべく、そして、チキン、活性炭を、皆さんと、成し遂げるべくですね、精進することを誓います。平成、肉年、はい、肉日、代表松浦修一郎ということでよろしくお願いします。はい、はい、本当に松浦さん、即興とはいえ大変素晴らしい先生、ありがとうふちかでございました。それではこのダジャリンピック審査員の、審査の方のご紹介させていただきます。まずは、審査員のですね、お一人はご講演いただきました渡辺秀彦会長です。そして、真ん中にお座りでございます、先ほど乾杯いただきました、宮城、和夫さんでございます。そしてもう一人、鳥取といえばですね、こちらの方でございます。なんと神様でございます、鳥取藩主というですね、これも飯と酒で藩主と読みますけども、そちらの大名でございます。仙台藩の小谷名帝の神博さんでございます。ちなみに名帝はまだされてらっしゃらない、間もなくぼちぼちだそうでございますので、チャンスかもしれません。さあ、このダジャリンピック、審査員の先生方にはですね、ジャッジボードを持って、おいていただいております。ジャッジボード、はい、こちら、いい、ダジャレ悪いダジャレを瞬時に判断いただきます。ジャッジは3つございます。まず、初、はい、これはまあいわゆる勝つから来ておりますね、初でございます、ハートですね、心臓の部分でございます。そしてなかなかいいぞというダジャレにつきましては、続いて、はい、カルビ、これが出てまいりますね、だいぶいいダジャレで、もう最高、これはものすごいごっつえというダジャレは、はい、座布団、これはあのね、霜降りの肩ロースのことを座布団と呼んでおりますから、座布団が出てまいります。本物の座布団が出るかもしれませんけども、この3つでございまして、この中でですね、カルビが、2つ以上の方にはプレゼントが用意されております。で、座布団が出た場合、もうこれは1個も出た場合はその場でプレゼントも差し上げます。で、初だった場合、これはですね、参加賞が与えられます。参加賞をご紹介します。源氏パイでございます。なぜか分かりますか。あ、今笑った方分かりましたね。初、心臓、ハートですよね。ハートといえばそう源氏パイなんですね。こちらでございますんで、はい、この源氏パイをプレゼントします。だから
もしダメでも源氏パイ食べられますからご参加ください。はい、というわけでですね、ダジャリンピック、もう割れようと思わんかったぜひ、もうこの場で発表いただきたいと思いますが、どうでしょう。あ、言葉でいきますか、言葉だけで。はい。じゃあ、国籍と、出身と、ニックネームをお願いいたします。はい、ニックネーム、はい。国籍フィリピン。フィリピン。ニックネームは、のんちゃん。のんべのんちゃんです。のんちゃん。はい、おう。どうぞ。はい、食事を取りに行っていいって言われた時の、ちょっと前のことですけど、待ってました、お腹が空いた、鶏肉取りに行く。さあ C さんどうぞ。え、カルビを。ちょっと甘いんじゃないかなという気もしております。あ、鶏にね、ねえ、ね、ではもういきなり出ちゃいました。どうしましょう。こちら肉、肉のカレーセット、はい。ちょっと出ちゃいました。ちょっとあまり数が4つぐらいしかないもんでございまして。カルビ2つだったですね、今ね。カルビ2つ以上で。はい、でございます。はい、では続きましょう。誰か。ではちょっと、あ、いらっしゃいますね。あ、本間さん読んでいただきたい。代理。あれは実はね、参加者の中で恥ずかしいってことで事前にメールでいただいた方もいらっしゃいました、ダジャレを。それも本丸さん実は今持ってらっしゃいますんで、ただ今会場からね、もうリアルタイムでございましたから、ちょっとこっちを優先して発表したいと思います。ちなみにプレゼントは、あと残り3つぐらいでございますので、厳選なる審査をお願いしたいと思っております。さあ、ほのまるさん、そろそろいけそうでしょうか。OK、 マイクです。 OK です。一番面白そうなのを選びましたよ、僕らの中の調査で。それでは、きっかけも作りますので、僕らなんでちょっと演技も入りますんで、はい、はい、ではきっかけいきましょう、はい、え、嘘、え、今日鳥取でミスチルのライブあるの、え、席空いてんの、うわ、すげえいい情報入ってる、なん、そうなんだ、しめしめ、ツイッターで嘘ツイッター。さあ、ジャッジメント、あれ厳しくない、急に厳しくなってません、急に、あ、でもカルビ、カルビ2個、カルビ2個、最初の方はね、やっぱこの空気の中で飛び出したってことで多分評価があったんだと思いますけど、ぜひぜひ、まだ他のやりましょうか、他のあります、じゃあ他のもいきますか、よし、ちょっと見して、ではきっかけ作りからいきましょうか。よし、あ、運動してるとスクワットでお腹がスクワット、ワオって声が出ましたけども、さあジャッジメント、あ、まあ、やっぱり厳しいですね、厳しいな、でもまあ初がね、はい、まあ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 、まあ、でもカルビも出てますからね、はい、ツーカルビ、はい、ちょっとなんかツーカルビだとどんどんなくなっちゃいますからね、ちょっと次から審査基準高めましょうかね、これはね、まあ、いずれにしましても、カルビ取られましたので、カルビでプレゼントはございます。ツーカルビで。はい。ツーカルビで、はい、一つゲットでございます。すごいですね。恥ずかしいからほのまるにやってっていうことは、誰が書いたかわからないようにしてほしいっていうルールかと思ったんですけど、誰が書いたかわかるルールなんですね、これは、はい。私が書きましたと。ちょっとよかったら団長にお伺いください。どうぞ、どうぞ、どうぞ。国籍と、ニックネームでも結構、ニックネームでも結構でございます。国籍日本です。マルです、ニックネーム。マルさん、僕と一緒ですね。はい。あ、ですか。細いのと丸いので、ほの丸なんですよ、僕ら。今、初めて知りました、はい、初めて知りました。はい、そうだったんです、これが一番の自信作。私ね、自信作、あっちにあるんです。あっちだったんです。あ、じゃあ、ちょっとご自身で言ってください。
作どれだったんですか。もうここまで来たら自信作言っちゃってくださいよ。じゃあ言ってもらいましょう。自信作、はい。私ね、このつくね、熱くね。ジャッジメント。熱くね、熱くね。おお。こっちは良かったんです。こっちだったんですね。すみません、チョイスミスでした。まだあるんでいいですか、もう一つ。はい。1ミリも恥ずかしくないですね。発表して自分でもよかったんじゃないかと思ってます。どうぞ、はい。じゃあ、スタバができてホットスタバ。ジャジメント。意外にいいじゃん。つくねの方が良かったんですね。はい、はい、はい、でございました。まるさんでございました。いやございました。ちょっとね、あの審査基準を上げてちょっとカルビー3つで、ちょっとね商品にしないとなくなっちゃいますんでね。あのカルビー逆にあの僕も審査員の方にどういうのを基準にやっぱ皆さんの中でこういうのが好きだよとか、そう、ね、好みがやっぱあるじゃないですか。ちょっと好みを聞きますか。好みを岩田会長からお聞きしましょうか。好みですか。まあ私はそのさっきも言ったようにこれってそのまま使えるかなっていう、あ、使えるか使えないかって。なるほど。じゃあキャッチーなやつがいいですね。そうですね。キャッチーなやつ。はい、まあただまああのな甘くしてます。正直言って。あのこう思い切って出てくることに意味があるんでね。ああ確かに。ここに来るだけ勇気ありますもんね。はい。はい。それでは、宮城船長はどんな基準で。私はですね、もう単純にもう聞いた瞬間にもうクスッとこう、あ、笑ってしまうか笑わないか。あ、ちょっとこう、あ、思わず笑っちゃうのはもうね、あのカルビかザブトン。なるほど、ね、笑えるか笑えないかで、普通に笑った時に出します。なるほど、はい、そこ審査としては分かりやすいですね。分かりやすい、単純なんで、はい、分かりました。それでは、小田に見えてるかも、なんかちょっと笑ってらっしゃいますが、もう出たとこ勝負、いいと思ったらいい、もう明定されてますかね、うん、もしかして。はい、もう明定してます。はい、今がチャンスでございます。今がチャンスですね、はい、カルビしか多分出さないですね、こうやってたら。じゃあ一人はカルビが出るってことが分かりました。じゃあここでほのまるさんがもうあの預かったメールのダジャレあると思いますので、はいはい、ありますよ、はいはいはい、ちょっと一つ二つご用意いただきましょう。やりましょうか。預かったのがあるんですよ。はい、ちょっとそちらちょっとね、私も順番とかどれでもいいですかね。私もちょっとね、あのいただいてるのがありますんで、はい、ちょっと行きましょうか。どれから行きますか。どれか、じゃこれからいきましょうか。上から行った方がいいんじゃないですか。じゃあですね、行きましょう。日本国の松浦修三郎さんという方から届いてますダジャレでございます。それではこの丸さん、岡田くんもう鳥取来て4年だから今一番鳥取県好きなんじゃない。一番好きな県鳥取県なんじゃない。僕ね、鳥取県民ですが実は愛知を愛してます。いや神奈川でもないのかよ。ジャッジメント。あれこれ結構厳しかったですね。愛知を愛してます。これでもこれいつもと逆になりましたよ、ね、名店なのに初になっちゃった。結構キャッチじゃないですか。愛知を愛してますは。いやダメですか。多分ね、小谷名店の神は鳥取愛が強い方ですからね。そうそう愛知ではなくて鳥取を愛して。あ、なるほど。浮気者じゃダメだと。今のギャグのはジャッジメントは鳥取を愛してだそうでございます。あ、ちょっとあったぐらいでございました。はい、ではもう一つ言っていただきましょうか。じゃあもっと順番ここに行きましょうか、はい、いただいたやつの。じゃあこちら行きますか。あ、じゃあこれ行きますか。どれ行きますか。じゃあちょっと相方がいないとどれするか、相方さんどっか行っちゃいましたか、はい、あれ、お手洗い、あ、いますね、はい、どれ行きますか。でも順番の順番でいいんで、あ、いきましょうか。はい、じゃあこれ行きましょう。ですね、これは兵庫県の方でございますね。日本国の兵庫県の方、中原局長さんという方、はい、いらっしゃいますかね。あ、ご自身の方のダジャレでございます。それではお願いします。僕ら責任がありますね。怖いですね。行きましょう。はい、あれ俺時計壊れてるな。まあいいや、これもう捨てとこ。行こう行こう行こう、急いでるから。いや壊れた時計ほっとけないよ。さあこのジャッジメントは。いやもう厳しい、これ厳しい、厳しい、ね、急にちょっと急に高くなりました。ハードルがちょっと、これあれですか、ほのまるのせいなんですかね。我々のせいですか。いやいや、ダジャレ自体が、ダジャレ自体を、僕らは、はい、これちょっと渡辺会長、壊れた時計をほっとけないよ。これはもうあの誰でも思いつくやつなんで。厳しい厳しい。
中原局長今ねヘッドホン来ててよかったですね本当に、ちょっとひねってたらダメなんですね、ちょっとひねってあるやつを。なるほど。ちょっとひねったやつなかったでしたっけ、メールから来てる分で。ちょっとそれを教えていただきたいでございますね。そうかそうか、なかなか、厳しいって言ってましたね。厳しかったですね。皆さんだから、ね、なんかもしまだある方ね、さっきのね丸さんいらっしゃいましたから、いいですか、ダジャレ。あ、ちょっと男性の方上がりました、行きましょう。それではですね、国籍と、出身地とニックネームをお願いします。日本です。日本、はい、はい、島根県出身の鳥取県在住、はい、しのっちです。しのっちさん、よろしくお願いします。それではきっかけお願いします。すみません、宮城先生すみません、僕が今からワンフレーズ歌うので、それ何の歌って聞いてもらっていいですか。ビールガンうまいぜミシシッピ。それ何の歌。サントリーミュージックです。ジャッジメント。サブトン、まあ、これいや、これ狙ってましたね。じゃあもうしょうがない、もうはい、一本出します。サントリープレミアモルツ香るエール、エールを送りたいということでございますので、はい、じゃあ宮城店長からちょっと、え、サントリーミュージックありがとうございます。すいません、どうも。はい、ということで、はい、ゲットさせました。やりましたですね。さあ、別の方誰か。あ、女性の方、はい、どうぞ。女性の方、はい、ご自身で発表いきますか。さあ行きましょう。はい、はい、それでは一発ダジャレ、国籍とご出身とニックネーム言ってください。日本です。日本、はい、コバと言います。コバさん、はい、はい、それではきっかけお願いします。ツイッターで、地図イッターとつぶやく。ジャッジメント。ツイッターで地図イッターとつぶやくな。地図帳って帳があるんですけど、はい、鳥取の。さあ、惜しいな、カルビが2つでございました。まだでも終わりになるんですね。はい、じゃあ2番目いきましょう。これもちょっと地元系で。地元系、はい。砂の美術館行くの明日な。ジャッジメント。いやー、まあよろしいお砂にならんかったですね。いいですか。はい、じゃあ、あの源氏杯参加賞でございます。はい、おめでとうございます。さあ皆さんね、どんどん発表したい方いらっしゃいませんか。よろしいです。あ、いらっしゃいました。どうぞ。走って参加でございますね。勢いで。じゃあ国籍とご出身とニックネームお願いします。はい、日本の西町のニックネームタムさんです。タムさん。はい。それではタムさんの健康一滴なダジャレお願いします。はい、きっかけ。ちょっと演技入れて。今日は初めて砂丘に来るな。どんな感じだろう。わー、砂丘に砂丘。ジャッジメント。宮城さんがちょっとなって。ちょっとどうでしたか。いや、笑っちゃったのは笑っちゃったんですけど。です。笑っちゃったんだけど。ちょっとよく考えたら、ちょっと単純すぎるから、ごめん。出直してきます。でも丸さん、ちょっとじゃあ、その頑張りのポーズに際しまして、源氏パイ2個、はい、ございます。さあ、よろしゅうございますか。あ、上がってきました。ではちょっと、なんかテレビで見たような方かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
では、国籍と、ご出身と、ニックネームもしくは、アナウンサーネームでも結構でございます。お願いいたします。国籍 NHK 日本放送協会でございます。近藤泰郎と申します。はい。で、こういう仕事をやっておりますといろいろな季節ごとに挨拶をしなければならないということで、そんな時にちょっと使うダジャレを考えてきました。さあ、ではよろしいでしょうか。きっかけお願いします。ちょっと今季節は違うんですが、梅雨入りとか梅雨明けっていうのは NHK で必ず伝える情報でございます。で、梅雨入りというのは梅雨にとっての誕生日とも言えますよね。そんな時なんていうか、ハッピーバースデー梅雨。ジャッジメント。あちゃったね。もう一つございます。ちゃったね。梅雨入りだけではありません。梅雨明けの時にも必ず挨拶をすることがあります。それではきっかけお願いします。いや、長い梅雨がようやく終わった。梅雨明けということで、梅雨にバイウバイウ。ジャッジメント。じゃあカルビ3つ揃いませんでした。いや、梅雨だけにそんなうめえ話もあめえ話もなかったですね。さあ、ジャッジメント。あ、もうもうはおおおおおおザブトン。やっぱりこれ畳みかけるってことが大事かもしれませんね。めげずにでしたか。ちょっとじゃあこれ明廷の亀に本当明廷しちゃってますね完全に。ちょっとね、足らないもんですから足らないのをちょっとスタッフの方お願いしますが、はいはい。じゃあ明廷が今のダジャレに関しまして、ああ、よかったんじゃないですか。うん、笑っちゃったな。じゃあちょっときつい、いや、これはないだろうという表情で、ハッツを真っ先に流れました渡辺会長、現役のアナウンサーさんが、しかも日本放送協会でございますけども。ちょっと、模範演技的すぎますね。ああ、ちょっと作り込みすぎてるという。そうですね。もっとダジャレっぽい方がいいですね。ダジャレっぽい方がいい。これ、ダジャレのだというところがなかったのかもしれませんね。そうですね。ちょっと職業柄、そうですね。あんまりダサい雰囲気がないんですよ。ダサい雰囲気がない、うん、厳しいという声でも、これ厳しいんでございます。はい、いや、ダジャレ度は厳しいですよ。ダジャレ、いや、一つまた今日勉強になりました本当に。ということでございます。いや、なんかもうということでですね、でも世界出ますね。でもね座布団出ましたから。座布団出ました。はい、素敵なプレゼントをご用意しております。厳重杯全部で8つ入りでございます。8つ、もうおめでとうございます。ありがとうございます。あれだけダジャレした会がした。これを次にまた精進して勉強していただきます。第2種目もございますので、はい、第2種目もご参加ください、はい、ありがとうございます。はい、近藤さんでございました。さあ、第1種目じゃあね、時間もかなり、盛り上がってまいりましたので、最後もう一つ第1種目で、一発立てで言いたい方いました。どうぞ女性の方。ちょっとほのまるさんね、もっと活躍していたいと思ったんですが、結構皆さん言われますね。そうですよ、僕ら今日のために考えてきたんですよ、いただいた、ね、お題を作って。ちょっとじゃあね、この方終わった後のちょっと次の第2種目の前にご披露いただきましょうかね。何個か披露しましょうかね。はい、はいはい。それでは、まずでいきます、国籍とご出身とニックネーム、そして発表お願いします。まず国籍から。月から来ました、かぐや姫です。おお、それではダジャレお願いします。その前に市長の名前をご存知ですか。現在の、はい、深澤義彦さん、はい、ありがとうございます、はい、鳥取市長の懐の深澤は鳥取市長の懐の深澤は半端ない。ジャッジメントお願いします。あ、初2個出ちゃいましたよ。仕方がね。じゃあ次いきます。あ、まだあるんですね。この人の名前はフルネームで言ってください。鳥取県知事平井真嗣。はい、私本日はおしゃれなプレゼントが当たると平井に信じております。ジャッジメントあ、現地牌が欲しかったんです。あ、現地牌出ますよ、参加賞でよろしいでございますか、かぐや姫さん。大丈夫です。大丈夫でございますか。はい、じゃあ現地牌分かりました。2つありがとうございます。
はい、ということでございまして、第1種目、8時30分、結構盛り上がってまいりましたね。終了したいと思います。第2種目は皆さん、もうちょっとね、8時もう40分ぐらいから始めちゃいますけども、こちらはですね、お題でございます。お手元に皆さん題目がいろいろございます。そこからダジャレをひねり出してください。ちょっとね、ステージ転換しまして、その後、ほのまるさんにも届いているメールございますんで、そのメールのダジャレを披露いただきたいと思いますんで、もうしばらくお待ちください。ダジャリンピック第1種目終了でございます。